こんにちは。疲れが溜まっちゃって、はいはい、昨日足がすごいだるかったんですよ。あ、うん、はい、なんかあとドームサウナが使えるようになったそうで、なりました。やってみたいなと思って、はい、すっきりすると思いますよ。あ、いいですね、はい、もう今日来る時も、はい、もう電車乗っててふとガクガクしてました。もうすぐ寝ちゃうっていう。疲れずに。疲れてるんですよ、めっちゃ疲れてるんです。まあね、子供いるとね、ちっちゃい子いるともう、 もう起きてられない、ね、電車の中でも、ね、立ってても寝ちゃうみたいな。そう、立ってても寝ちゃう。なりますよね、膝カクンって。なりますよね。なんか変なサイクルで頑張ってます。いや、だからすごいねと思って。疲れてますよ、だから。俺にはできない。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、これがドームサウナです。丹野さん、これはどういうものなんですか？この中温まってて、はい、中に入っていただいて、はい、なんかもうミストも出てて、はー、この中が温まってるんで、はい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 、なんか岩盤浴みたいな感じで温まってて、汗をちょっとかいてもらってから施術をしてもらおうかなと。はい、あ、ほぐれそうですね、温まって。そうですね、いいですね。だいぶ汗かくと思います。はい、中がここになんか機械がつながってますけど、はい、これあの中に水入ってて、うん、ミストを出してるんですよ。うんうんうん、71とかってなんか数字が出てますけど、はい、だから中が71度になってます。お、結構暑いんですね。そうですね、最高75度ぐらいまで上がります。お、そうなんですね。これに私ちょっと入らせてもらいます。はい、YouTuber っぽいね。もう全然。はいはい、はい、着替えました。はい、では、入っていただきます。そのまま中に入っていただいて、はいはい、あったかいですね。あったかいですよ、うん、でそのまま寝ちゃってください、はい、はい、では入っていただきました。はい、どうですか今。すごいあったかいですね。暑すぎたり、はい、ちょっと足りないとかないですか？温度調節もできます、はい、ありがとうございます。今の感じだとちょうどいいように感じます。わ、はい、かりました。で、はい、一応お時間20分、うん、まあ、そのぐらいに設定してあるんで、はい、時計が置いてあるんで、はい、この時計見ながら20分測ってちょっと受けてみてください。はい、であとやっぱりその中で汗かくんで水分補給もしていただきますね、はいはい、これも、まあ、今日お茶持ってきていただいてますけど、これ飲みながらやるようにしてください。で終わったらだいぶ汗かいてると思うので汗を拭いていただくんですけど、ここにですね蒸しタオルがあるので、まず蒸しタオルで体全体的に拭いていただきます。でそしたら今度は乾いたタオルがこれ先ほどのあるんで、体全体拭いていただいて、でそして着替えていただく形になりますね。はい、でサウナって、はい、顔まで熱くなるから、はい、あんまりダメなんですよ、はい、邪魔せるじゃないですか、はい、まあ、これだと顔は出てるから、はい、体だけあったかいので、はい、楽ですね。そうですね、結構その呼吸が楽だっていう方多いです、はい、あ、はいはい、確かに。で顔も熱くならないし、うんうんうん、そのサウナだとその、うんうん、肺に入ってくる空気も熱いじゃないですか。そう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 、だから結構その息苦しさがあるみたいで、これだと顔だけ出てるんで呼吸は楽だっていう方多いですね。あと顔がびしゃびしゃになるから、あの化粧がね、はいはいはい、崩れるとか。ただ、うん、これでもなると思います。あ、そうなんですね、はい、内壁に触んないように気をつけなきゃいけないんですよね。そうです、あの、はい、そのドーム自体が温まってるんで、はい、内側に触るとやっぱり熱いんですよ、はいはいはい、だからそこだけ気をつけてください。体がじゃあちょっと大きめの人だ と, ちょっと厳しいかもしれないですね。危ないかもですね、はい、熱いですよね。俺が入ってもでもなんとか大丈夫です、はい、あ、そうなんですね。一応入れます。あ、じゃあ結構大きい人でも大丈夫ですね、はい、だから190あるときついですね。あ、身長が、はい、はいはいはい、なるほど。であとその、まあ、脅威というか同意が120とかを超えてくるとちょっと狭いかもしれない。お腹周りが大きかったらって感じですね。うん、だから体大きい方なんかだともしかしたらセルフで入る場合は肩まで入れないかもしれないです。これ本来はセルフなんですよね。まあ、今
自分一人でやってるんで、さすがに女性のお客さんのところに入ることができないんで、はい、もう全部説明を最初して、その後セルフで入ってもらうことになりますね。はい、暑いって感じたら、はい、あのすいませんとかって言ったらいいですか？そうですね、あの温度調節できるんで、はい、その辺は呼んでいただければ、はい、温度調節します。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、はい、20分経ちましたけど、はい、いかがですか？すごい汗かきました。結構かいてます？うん、顔からだとあんまりわかんないけど。本当ですか？確かに。でも顔でも あれです、おでことか、はい、顎周りとか、はい、一緒ですよ。まあ、そうですか。汗かきました、はい、じゃあお時間なので、はい、出ましょうか。はい、これこのまま下げたら出るんでしたっけ？はい、そうです、そのまま下げていただいて大丈夫です。はいはい、じゃあもう1枚もらって、気持ちいいですよ。はい、なんか美肌効果とか、はい、ダイエット効果っていうか痩せたりとかもね、はい、しそうですね。あ、そうですか。体重落ちると思うので余計な水分が出てくるので、はい、まあ、結構汗かきますからね。はい、むくみとかにいいと思いますね。スリッパを履かずにそのマットの上でお願いします。蒸しタオルです。はい、最初蒸しタオルですね。はい、一応、まあ、今4枚ありますけど、もう全部使って大丈夫です。はい、もうご自由に、はい、で全部拭いたら、はい、もう最後その空拭きで拭いて、はい、この隣ですね、このカゴの中に、はい、もう全部入れてそのまま、はい、あとまあちょっと暑くて、はい、汗まだ引かないなみたいな場合は、まあ、こっちに椅子があるので、あ、なるほど、はい、この椅子で、はい、座って涼んでから出てください。はい、わかりました。はい、では失礼します。はい、さっぱりしてます。はい。はい、なんというかこう下半身とかがあったかいのがいいな。お腹もいつも触ると冷えてるんですけど、はい、お腹も今程よくあったかくて、はい、でさっきお湯飲ましてもらったんですけど、はい、お湯が出るのもいいですね。お湯もなんかね、お湯飲むと落ち着きます。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。よいしょ。ダメですよ、意識させない状態でやらないと。もう何も言わないでやってますけど、寝てくださいって言うだけですけど、はい、基本だから、まあ中にはいるでしょうけど、そんなに高い割合で反対方向にはいかないですよ。あ、確かに。今日足元から四つん這いで入ってもらいます。体のねじれもありますからね。足元から入ってもねじれは出ます。あの回路なんかも、歪みを見る場合は正しくはその足元から入ってもらうのが、まあ、基本なんですけど。状態からそのままうつ伏せにさせた状態を再現しないと歪みが見れないから、横から入っちゃうと崩れるんですよね。確かに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。丹野さんの施術を受けたいと思った方は、はい、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、はい、何かお伝えすることありますか？ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします。はい、はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、あの汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、そう、温めておくと気持ちよく受けられますのでおすすめです。なかなかね、そういう設備があるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね。カイロとかもやってますからね。カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから田野さんのとこだと揉みほぐし、強揉みの
まあ、特に強もみに特化したもみほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はいはい、3本柱なんですかね。まあ、そうですね、はい、ということです。